皆さんおはようございます。改めましてスコット・キャロンと申します。よろしくお願いいたします。こんなにたくさんお集まりいただいて非常に感謝しております。本日は我々にとって大変大きな、しかも深い意義の足であると思いますので、しっかりと仕事を通じてもご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日の題は HKC との戦略提携及びメタグロース2026アップデートとなりますが、本日、HKC さんとの提携は割と中心的な、位置づけは E-Leap、我々の次世代のオリエル技術でございますので、私の後、その提携の概要を説明いたしました後に、E-Leap のプロデューチャンピオンの平田から、E-Leap の技術を、詳細的にご説明いたします。またはご覧になった方もすで、にいらっしゃると思いますが、本日は E-Leap ディスプレイの初公開となります。既存技術で達成できない輝度、寿命、またその省エネ、環境性、非常に我々が世の中にもう世界中多く使っていただきたい技術でございますので、本日の提携はそういう意味では、飛躍的な 進化と、前進になったと思います。じゃあ参りましょう。HKC との戦略提携ですが、その意義、上にあるワンチーム、ワンゴール、グローブナンバーワン、と書いてありますが、これは実際に HKC さんと、今回の提携を進めるにあたり、これが目標であり理念であり、2社の、共通認識なんですね。というのは、本日は単なる業務提携ではございません。それはかなり超えて意義のある戦略提携です。で、戦略提携を結ぶにあたり、両者、やっぱり貢献するものがなくてはいけないんですが、我々の貢献は世界初、世界一の独自技術、またはその、生産技術力ですね。で、HKC さんはまた後ほどご紹介いたしますけれども、ものすごい、もうコスト競争力があります。しかも生産能力は非常に大きい。世界第3位ですね。しかも急ピッチで進んでおりますので、マーケットシェアを取っている会社さんでございます。で、HKC さんのコスト競争力、また販売力、そして両サイドの人材力を融合して、今まで、やっぱり一社で我々単独、また HKC さん単独できない、もう圧倒的なコスト競争力と、もう技術競争力、または顧客創出力を実現するということになります。それ1点目のポイントになります。2つ目は当社にとってはやはり事業モデルを抜本的に変えて、我々が貢献できることは何なのかとなると、やっぱり日本の技術力、開発力で、一つの例えになりますけれども、CPU の業界に あるように、その ARM 連盟あるんじゃないですか。我々が新しいディスプレイのエコシステムを構築しようとします。そのエコシステムの基本技術は JDI のものにあって、幅広い会社さんに使っていただいたおかげで、新しい収益源を作ると。で、それは当社の観点でございますが、この技術は非常に飛躍的な進化、技術革新をもたらすものですので、世界を変えていくという、意気込みで、我々経営させていただいております。3つ目ですけども、これはあった上で顧客価値、社会価値の大きな、数値に貢献し、我々の、企業価値を向上していきます。で、若干おさらいですけれども、本日は E-Leap を中心にご説明いたしますが、去年の5月13日我々がメタグロース2026の経済の発表いたしました。その鍵となるのは、我々の世界初、世界一の技術です。で、3つの成長、すみません、6つの成長であればありましたけれども、その1つ目は E-Leap、 その次は HMO、 3つ目はメタバス系のものです。4つ目はオートテック、車載用のものとなりますけれども、5つ目はレール系、我々の透明インターフェースの技術ですと。で、最後は新技術、新商品と新事業となります。
で HKC との、背抜き提携と主要客からの受注を、ちょっとだけ、アップデートいたします。まずは先ほど、今日 の中心的な話ですけども、HKC さんとの戦略提携ができましたと。そしてその顧客側は何と思いますか、なるんですけども、まずは米国を中心に、やっぱり米系の企業は非常にもう強い、ガファムですよね。その中では我々が、あの大手、米系の大手と話してますと。で実際に受注をいただい、米系の企業からいただいております。でこれからあの入ってくると思いますね。で先ほど我々単独できない、HC 単独できないという話ありますけれども、これ 実質的な話ですが、米系の非常に大きなお客様が、eLeapは大変関心ありますと。ですが、もっと大きな、あの膨大な、あの出荷するお客様ですので、もっと大きなキャパシティがないと、生産能力がないとなかなか採用できないと、なんとかパートナーを見つけてきてくれてとやってくれないかと、もう実際にその注文でいただきましたで、あのそのお客様が JDA に対する信頼が深いので、 HKC さんが単独でアプローチするとしてもなかなか入れない。その中では、じゃあ1位、あるもう一つで、ここでワンチームワンゴールグローバルなボンドありますけども、もう一つの、我々が HKC さんと話し合うというのは、1足す1イコール5、要は、単なる1プラス1イコール3とかじゃなくて、非常に飛躍的な、2つの会社の連名で、飛躍的な成長ができるというふうに思っております。HKC さんのご紹介なんですけども、実は、本日単独会見の背景としては、先方さんは今上場申請、中でございます。なのでいわゆるその沈黙期間が入ってますので、なかなか、こういうような外部公表に今参加できませんが、どっかのハイタイミングで、オーナー社長である大当事者と当然あの随分話し合って、こういう戦略提起にいたしましたけれども、2人としてこういうような記者会見を開きたいなと思います。とにかくもう非常に大きなスピードで成長しますし、今世界の第3位となってます。で具体的な話になりますけれども、本日の適時会見に載せましたが、まずは、我々が、3つの中心的な、取り組みを、します。1つは、次世代オレイリープ の推進と、推進になりますと。もう1つは、開発センターを作ります。これは日本となりますけども、我々の、開発力と向こうの、言ってみればそのコスト削減力、単なる世界一の技術じゃなくて、それはどういうふうに安価していくのか、HKC さんはかなり良い技術を持ってますので、その融合で新しい商品を作っていきますと。最後ですけども、ハイエンドの車載ディスプレイも一緒に取り込みます。2つ目のところですけども、 eLeapの工場を、共同で計画、建設しますと。で複数の工場を想定しております。で第一の工場は25年年度年中に年に量産開始を予定、予定というか目標にいたします。で最後ですけれども、やっぱりあるからには、先ほど言ってたワンゴールワンチームゴールナンバーワンなんですけれども、いくつかの分野において我々がこういうような KPI を設定取り、いたします。ウェアラブルのところです。これが全部ミドルハイエンド分野になりますけれども、最も付加価値の高い、最も収益性の高い分野となりますけれども、ウェアラブルで27年にもう世界一位、車載同じく28年になりますけれども世界一位、 BR のところで28年には世界一位、モニターのところで28年で世界一位、でノートブックと呼びタブレットのところが、28年で世界3位という形で、もう必達だというふうに思いますけども、十分にこれは達成できると思いますけど、両者の力を、入れていくと、と考えてますが、要は本日のご説明としては、小さな夢と小さな挑戦ではない、大きな夢と大きな挑戦を、もう
日本から新しいエコシステムを作っていくというふうに、そういう使命感を持って、本日説明いたしましたし、我々は経営しております。次からは、平田から eLeap のアップデートいたします。すみません、皆さん、ありがとうございました。拙い日本語でありますし、早くで、ね、説明しようと思ったんですけども、すみませんでした。よろしくお願いします。平田でございます。よろしくお願いいたします。まず、これもおさらいになりますけれども、eLeap 技術の概要を紹介させていただきたいと思います。eLeap は乗着方式の RGB サイドバイサイド OLED 技術でございますけれども、有機材料の乗着時にメタルマスクを一切使用いたしませんので、メタルマスクの洗浄に必要でありまして有機材料が不要となり、生産時の二酸化炭素の排出量を大幅に削減できる環境に優しい環境ポジティブな技術でございます。フォトリソ方式を採用することでマスクレス乗着を実現しております。その結果として得られます製品は超長寿命、省電力、高輝度でございます。またフォトリソ方式を採用しておりますので、フリーシェイプパターンを実現することができます。eLeap は革新的な生産技術を適用することで、乗着用のメタルマスクを一切使用せずに、大きな発光領域を高品位で実現することができます。そこに実際のパネルを従来のOLEDと比較して展示してありますので、後ほどご覧いただければ幸いでございます。 RGB それぞれの画素をフォトリソ方式で順次形成をいたします。 RGB の形で形成をいたします。このように eLeap は既存の生産プロセスを基礎から簡素化、最適化することで低コスト生産を可能としております。お客様へのプロモーション活動において大変に好評を得ております eLeap への期待をご紹介いたします。まず比類なきユーザーエキスペリエンスを提供することができます。従来の OLED をはるかに超える高開口率、高精細、高効率を実現できますので、低消費電力で焼き付きフリーな OLED ディスプレイを提供することができます。メタルマスクによるサイズや形状の制約がなくなりますので、かつてない自由な形状のディスプレイを提供することができます。eLeapの画素は個々に最適化された層構造を超高純度で実現できますので、長寿命ディスプレイを提供することができます。グリーンテクノロジーで提供されるディスプレイでございます。このように eLeap は既存技術で達成し得ないディスプレイ性能を実現できる画期的な OLED 技術として多くのお客様から好評を得ております。eLeap が生産者でありますアライアンスパートナーに提供できる付加価値のご紹介になります。メタルマスクに関わる費用が一切不要ですので、設備投資、生産コスト、新製品開発費用など抑制することができます。メタルマスクの交換メンテナンスが不要となりますので、製造ラインを高い稼働率で維持することができます。メタルマスクに起因した不良がなくなりますので、高いぶどまりを実現することができます。メタルマスクの洗浄工程が不要ですので、有機溶剤の使用量を大幅に削減することができます。このように eLeap は既存技術を超えた圧倒的なコストパフォーマンスを実現できる革新技術でございます。繰り返しになりますが、eLeap はメタルマスクの洗浄が一切不要であり、環境に優しい生産を実現することができる技術でございます。
eLeap の開発状況になります。 eLeap は原理検証を完了いたしまして、現在プロトラインでお客様へサンプルを出荷中でございます。既存技術では達成が困難でありました製品性能を提案いたしまして、すでに複数案件の受注が確定しております。この本格的な量産出荷に向けまして、量産ラインを整備中でございます。 eLeap では従来 OLED で実現が困難でありました高精細大画面ディスプレイの生産が可能となります。またメタルマスクの制約がございませんので、第8、第10といった大型ガラス基板での OLED 製造に最適な技術です。当社はこの eLeap と HMO がディスプレイデバイスに革新的進歩をもたらすと考えまして、他社にもこの技術を提供することにより、既存技術を超えた圧倒的なコストパフォーマンスを有する新しいグローバルディスプレイエコシステムの構築を図っております。この度、ご紹介のとおり、グローバル戦略パートナーとして HKC 社と提携について合意いたしました。世界最先端の eLeap 工場を共同で計画建設して2025年の量産を目標としております。最後に改めまして HKC 社との戦略合意の概要を紹介いたします。 JDI と HKC は先ほどもありましたけれども、ワンチームワンゴールグローバルナンバーワンをスローガンとして、両社の強みを相互に発揮することで eLeap 事業のグローバルナンバーワンを目指します。特にウェアラブル、車載、VR 市場において早期に世界ナンバーワンのシェア獲得を目指してまいります。以上でございます。